はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テッケテッケです。はい、そして、次回反響ですね。今回こちらのサーバーでは、はい、アマテラス大神ちゃんを登用して、反響リンクが有効になっているサーバー、はい、でデッキ組んでボス進めていったところ、まあ、最初の鬼門となっている157ステージボスですね、まあ、ここが地味に強いボスなんですが、を倒すことができたので、はい、その突破デッキ、紹介していきたいと思います。はい、ちなみにですが、今回ですね、総合1位に、私のハイカキンのテケテケがいて、まあ、今回今検証しているサーバーこっちのテケテケなんですが、テケテケ同士のバトルになってるんですよね。もう下のテケテケ絶望的なんですが、ちなみに今上のテケテケが180ステージで、下が157を倒したところですね。ボスステージの方は1位3位という感じでなんとかやってます。はい、で鬼門の157ステージボス突破デッキはこちらとなっており、細分岐、定身、小機微で、重要なところで言うとアマテラスプラスモガミで、ダッキーが応援でここに出てくる感じですね。はい、細かいステータスは細分岐がプラス五角星のオール強振、はい、で定身がプラス五角星でオール強振、定身は五角星すれば夢中に味方を隠す機能ができるんで、まあ、これが重要ですね。まあ、あと地味に盲目なんかで敵の火力下げてくれるのも嬉しいところ、あとコキビがプラス7でオール57、コキビはプラス7覚醒することで、はい、こちらの致命ダメージ無視ができるようになるんで、耐久一気に上がるんで、まあ、コキビちゃんプラス7しておきたいですね。でアマテラス大神がプラス7のオール強振で、モガミがプラス5のオール強振ですが、これアマテラスとモガミ逆でも良かったかもしれないです。まあ、正直アタッカーモガミですね。はい、そして戦闘履歴見ていきますか。はい、まず細分岐が味方全体に奮起をつけていって、はい、大鬼神だけ弱いんでそこが落ちて、はい、まあ、この盲目なんかがありがたいですよね。全体に対するダメージ少し下がるんで、でコキビが暴走をアマテラスとモガミと、そしてコキビ自身につけてますね。まあ、これ定身につけた方が正解だと思うんで、ちょっと調整必要ですね。これはまた別途、はい、コキビの攻撃力まで育てちゃってるんで、ちょっとそれを定身に分け与えた方が多分進みやすいかなと思います。はい、そしてスキル1、モガミが撃砕を一番上につけていって、はい、ここでスキル2で箱をばらまいていく細分岐ちゃん。はい、ちなみにこのデッキの聖護バフ剥がし担当は定身とコキビちゃんの2人になってるので、まあ、スキル1で定身が剥がして、スキル2でコキビが剥がすって感じなんで、まあ、たまにスキル1とスキル2の間に一番上のボスが援護化することなんかがあったりするんで、まあ、その両方に備えてるような感じですね。はい、そしてアマテラスちゃんのスキル2、まあ、スキル2が完全に範囲攻撃なんで、しかもクリティカルがなかなか乗りづらいので、まあ、正直火力的にはモガミの方がダントツで出やすいですね。はい、まあ、血桜の単数がこの後上がっていけばさらにクリティカル出やすくなるんで、まあ、ここからが勝負ですね。はい、突然早送りで見ていきましょう。はい、しっかりボスの大火術防いで敵の全体攻撃も防いでいくと、またアマテラスちゃんが毎ターン花言葉味方全体につけるんで、ボスのめまいなんかが効かないのがめちゃくちゃ大きいですね。足並み崩されないの大事ですよね、とても。まあ、私の今1位のあのハイカキンのサーバープラスアポロちゃんいるんで、やっぱりアポロちゃんいた方が強いですが、まあ、アマテラスちゃんだけでもなかなかいい順位取れてるんじゃないかなっていうところですね。まあ、ここからアポロ持ちの方に多分落とされると思うんで、もっと下にはなると思いますが、順位は。まあ、でもアマテラスちゃんでもなかなか頑張ってるかなと。はい、10ターン目にしてようやくほぼボス1体まで持ってきました。まあ、あとコキビの毒がボスにずっと地味にダメージ与えてるのが大きいんで、やっぱり MR コキビでかいですね、今回の攻略。まあ、MR コキビ持っててなおかつアマテラスを持っててやっとこの順位というところですね。 UR 戦のコキビだとかなり厳しいと思います。なのでどうしてもね、私の方でもいろんなパターン紹介できればいいんですが、まあ、持ち物チェックサーバーによって全然違うんで、まあ、全事例お見せすることができないので、まあ、よかったら YouTube メンバーシップの Discord の方が今活発にいろんなデッキ組で攻略している方の情報がアップされてるんで、まあ、そちら見てもらえれば自分に合致したやつがもしかしたら見つかるかもしれないので、はい、ぜひよかったら YouTube メンバーの方の次回反響攻略 Discord を見に来てくださいね。さあ、そして、はい、モガミがやっぱりダメージアタッカーとしては支配的ですね。モガミのスキル2で、はい、大体ダメージぶつけてます。今当ててればもう勝ってましたねっていう感じで、まあ、アマテラスちゃん投用した場合でもボストッパーモガミに任せるのが良さそうかなという感じですか。まあ、ちょっとまだ初日なんでここら辺は覆る可能性大いにあるんで、ちょっと私も今アマテラスちゃんの他の戦役の検証しながらこっちも片手までやってますんで、はい、まあおそらくほころびがあるんで、まあ明日以降もっとブラッシュアップしたデッキ紹介できると思いますが、はい、今回
7サバ同時にやってるんで、ちょっとさすがに全サバ紹介してるわけにはいかないんで、はい、まあ重要な情報に関しては一般公開動画でも上げていきますが、やっぱり早い情報だったりクリティカルな情報に関しては基本的にはメンバー限定のディスコードの方が早いので、そちら見ていただけると嬉しいです。はい、そして26ターン目でボス倒して勝利ということで、鬼門の157ステージですね、初日でアマテラス投与したことで割と早く突破することができました。はい、ちなみに戦役とボスもそのままのメンツで回してますね。ここら辺もまだまだいじりようあると思うんで、まだまだ改善されていくと思います。はい、そして短いですが参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。